コールドウィンドファーム、フラクチャードカウシェットにて、ナイトメア、フレディでーす。さあ、新パークを携えての発電機爆裂抗体フレディ。だいぶ前にもうイタチとかと組み合わせてやったんやけど、新しめのパークとオーバーチャージを使ってやっていきたいと思います。さてさて、まずどんどん眠らして、この人追います。いやフラクチャードカウシェットな。ここ逃げられんの嫌すぎる。あーダメだ、赤小屋はダメだ、悪夢だ、人生終わりだ。あ出た、よかった。おーよっしゃ、よかった。で、まずはララバイを不死で守ってて、これで、スキルチェック失敗した時のペナルティが、通常10のとこが16になるんですよね、ララバイで。で、オーバーチャージで、このオーバーチャージするとさらに 5% と、21%。で、この青いドレス、とかドレスのアドオン2つ積みしてるんですけど、これにより多分1個につき 4% 上がるはずなんですよね。 4% っていう数字がね、全然どこ探しても検索してもなくて、で過去の自分の動画で検証してたよね。なんでね、多分合計で 8% だと思います。はい、過去の自分過去の自分 GG って感じですね。はい、よっしゃ。だから、どんどん眠らしたいね。眠ってる人がおばちゃめ吸ってくれたら 29%、イタチ以上に、発電機が交代するはずと。まずは、で、どんどん釣ってララバイトークン貯めたいな。お？なんか赤く実ってる。果実が。果実って体じゃねえ。OK！どんどん眠らそう。おー、頑張ってくれよララバイ。ララバイが壊れた時点で僕の実況は終了です。見つかった？ちょっとこっち、ここ釣るか、しゃあないな。見つかってないことを願う。これ釣れたんや。いけんじゃん。おげい。ちょうど踏んでくれたわ。で、おばちゃと、ついでにイラプションも仕込んでいってと。オーケー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 。あらばいバレてなさそうやな。どんどん。お、いいね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 。ミスったでしょ？結構交代したんじゃない？君が寝てたかどうかは知らんけど。シュコシュコの音がちょっとおとなしくなってる気するもんね。こんな声で起きちゃうからスネアは踏まなくなるよね。どういうね。OK、そしてもう一回おばちゃん入れたろ。嫌でしょ。他もないかな。どんどん蹴っていきたい。イラプションの仕込みもしたいしね。オッケーオッケー。キックの鬼。で、ララバイが壊れるまでは、ちょっと、この構成の遅延力を見たいので、もうとにかく、均等釣りでも何でもいいので、どんどん、釣っていきますが、次は、その、ネアを狙う。うん。んで、ララバイ壊れた瞬間から、立ち回り非常になる。オッケー。何気にイラプション仕事してる。いいね。今あそこ行動不能になってたよね。あそこ釣ろう。あそこ絶対回させん。いいね、いいね、いいね、いいね。まあ、え？それは、ああ、なるほど。
オゲイスタングレネード決まらなかったべよかったよかった。目くらみながらももう引っ掛けてたからねもうちょっと早めに置かなあかんかったんじゃん。もうどんどん釣っていくか。いやあそこの発電機守りたいけどねちょっと結構進んでるからね。うん、オッケー。クリソウは、うん、この構成の遅延力を見たいね。悠長な立ち回りをしていてもララバイが守ってくれる。次でララバイトークン5やからね。もうだいぶスキルチェックも集中力が落ちたらミスっちゃうかもと言いつつもう追えねえわ戻りやーす。おい、やってない。めっちゃ交代したらいいですね。シュンとした発電機にいるの好き。そこだいぶ交代したからもう安心ゾーンに入ってきた。半分以下ぐらいになってる。じゃあねえ、行くよ。もう一回回復してるし。よしよしよし。地味に置いといたやつが効いてる。マジで？ちょ、このさ。よし。密着からの単押し攻撃への超反応で、あ、されること増えた気がするんやけどな。今の、で、吐かれると思わんかったわ。びったり背中くっつけてたからね。後ろから抱きしめる勢いやったのにな。さて、蹴りたい発電機へ。お、いや、これはちょっとこの板も壊したいし、ちょっとイラプションとおばちゃ仕込みメインにしていこう。こっからララバイトークン溜まったからね。ちょっとこの力を見たい。積極的におばちゃ押し込みたいな。あそこ見知ってる。もうシュンとしたんちゃうか、あの発電機ねえ。で、切ってちょっと気になるな。まあ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 、でも回らんやろ。一回スキチェ見せただけでだいぶ後退するはずやから。あ、ここもシュンとしたね。いいねはい、スネア結構置き時迷うよな。もうここはもういたないから時間の問題。よしよし。うわー、やりまーす。いやーいいぞイラプションも地味に効いてるよね。おい、さあさあ、に釣りが増えていくよ。どんどん行くべ。待って、はい、イラプション入れまーすそう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 、ちょっとね、イラプションのクールタイムをしっかり待っての、でズドンの知ってる、オッケー。あー、とうとう壊れた。マジか。じゃあジルトンネルしまーす突然のトンネル宣言お前をエンティティに捧げます。オッケー、イラプション。はい、いやーでもかなり効いたな、うん、なんだかんだで残り発電機3のまま進んでないもんねあそこ、そう、あそことかさ、もうだいぶシュンとしたべ。ねえ。やっぱララバイ後藤君溜まってのオーバーチャージはなかなか分かってても止められへんよな。まあね、あとね、昔の破滅を経験したものは、そんじゃそこらのスキルチェック、いや、恐れないけど、今時の若いもんはスキルチェックも黙っとるから。まあ俺も含め。DS も外すよ、ね、
よし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 、いいぞー。まあもう残り3台で3人やから、多少チェイスに時間かかっても、あーうまい、これはいけんちゃうか。二窓では厳しい。そこあんのかー、のよかったー踏んでくれてよかった今の。やっぱ農場板だらけやな。もう復興化しない、ちょっと少なくないですか、お母さん、ちょっと服屋さん置くの忘れてるよちょっと発注通りに服置けてないよ、困りますよこれ。はい、イラクションおばちゃん向こう行くべ。回してるかな、回してない。イラクションなし、はい、んでおい、んで降りたか。まあこれはちょっとすね扱っても無理よな、この板強すぎる何の向こう行ってくれたの、ここならおっ、よかったこっちの L 字型で読み合えば弱いもんね。よし、ネアも終わりやったっけな、終了、オッケーオッケー、もう勝てるっしょね。さて、いやー強かったな、やっぱララバイ残れば強いな、だいぶボンボン言うとったし、うん、もうほぼ終わりかけてた発電機がゼロになってる絶望感。破滅の時もあるけどさ、なんかララバイで自分のスキルチェックでゼロにしてしまったっていう悲しみ結構でかいんじゃないかな、うん、ここもうゼロなってるんだけどっていうね、悲しみが結構大きい気がする、うん、あれすげえ隠滅してる、でここ端っこやからここなら追い詰めれるかな、よし、あー終わった、んでイラプションと、ちょっと時間かかったね、見つけるのに時間かかったしえフックが、もっと近ないよね、あれフックさん、フック船長あれ大航海時代どうしたの、え地下ないよなマジか、こんなフックない、あなんか見せてくれたラッキードレスのもう一つの効果、好きって見せるとオーラ見えるくんで、残念、見えてます、どっちに行ったか、オッケーこんなところで最後にアドオンが生きてくるとは思うんだと、そうやね、でも1台回さんと、なるほどね、で1台回さんとね、ハッチも出えへんから、鍵ハッチの希望もこっち向きでいい、一応スネア踏んだから遠く行くまでちょっと時間かかるやろうし、ほい、ここで決めれるかな、ちょっと強いな、でもこの板、あんな殴れたか、オッケー、ああちょっと最後時間かかりましたが全滅や、よかったよかった、むちゃくちゃ適当な立ち回りしてたけど、ララバイくん、フシララバイくんとね、突き手ミスった時の遅延で発電機必要に交代させてたらゼロまで行ってくれたな、これは気持ちいいな、うん、やっぱね、まあ、トーテム発見パークつけてる人がいるとララバイとかも即壊れてしまうし、
後半になってからしか行けないパークなので、今回はうまく生きてくれましたが、速攻壊されて、前半全然働かなかったララバイ君、後半壊れて、はい、GG みたいな、よくある、な、あったので、過信は禁物ですが、ハマると楽しい、気持ちいい、で、サバイバーの絶望感は破滅以上だと思うので、やってみてくださいという感じですね。どこ行った？おー、見つけられんかった。すまね。失血死になってしまいました。はい。というわけで、発電機爆裂光大フレディへ。楽しいな、これね。はい。ドレス2個積みは、バンバン鳴る音が心地よくなるから、めっちゃ楽しい。ね。そら、米も84個もらえるよっていうか、一回ランクに落ちてもうてから全然上がれへんねんけど、バグってて。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。